修行その49、ずんずん、銃剣はずっと。ずっと。最終回です。最終回です。はい、これは、もう僕たち死にました。死にました。あなたの回です。ちょっと待て。僕が自爆したのにもかかわらず、はい、愚か者は繰り返す。何度も同じ過ちを。ね、立ってた。あれちょっとかっこよかった。あれで戦ったわけですよ。うん、そうですね。本当に不死身ということを証明。うん、これね、俺ただ一言言いたい。私が不死だということを証明。ここはただ一言だけ言いたい。聞かせてほしい。その人。あのさ、カットした部分が、うん、ディオの死を無駄にしちゃった。え？カットした部分で。うん？どこだ？これね、ケンが言ってたのよ。お前まだダメージ残ってんだろっていうセリフがあったの。ああ、はい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 。それカットされちゃったの。え？それカットされたことによって、リオが爆発した意味がなくなってんの。ひどい。あれは、うん、なぜかというと、うん、また一から再生されるから。でもやだ。でしょ。やだ。やなんだけど。やだ。仕方ないよ。やだ。若干ダメージ残しといてほしかったよね。うん、そう。うん。なんかちょっと再生速度が追いつかないみたいな。まあそれぐらいの威力はあったよ。あっただろうね。ものすごかったけど。うん、また一からなんだね。というわけでですね、はい、はい、うん、これで最後です。終わっちゃいましたね。いやどうですか、1年間だけど川野くんは半年間。そうですね、僕半年間やらせてもらったんですけど、本当に撮影の時はもう楽しくて、うん、本当に勉強になりましたし、声張ってこ声そうね、切なくなっちゃうからね。切なくなっちゃうから、いや、悲しんで終わるわけにはいかない。いかない。 OK、うん、よし、うん、じゃあ1年間の感想をあちらのカメラに。論役の川野直樹です。こんなテンションでダメ。大丈夫大丈夫、いい、続けて続けて。本当に半年間楽しんで撮影させていただきました。とても面白かったです、本当に。うん、終わったのがね、すごい寂しいです。ありがとうございました。続けて続けて。じゃあ、論で、じゃあ、はい、視聴者の皆さんに、はい、一言。耳寄りなお話はもうありません。ではさようなら。ありがとうございました。ありがとうございました。じゃあ平田氏はどうでしたか、1年間。1年間、はい、1年間ですね。メレは1年間ですよ。私は1年間でした、うん、かれこれ一昨年の9月頃から始まったわけですよ、うん、メレとのお付き合いが、うん、長かったね。私普段そんなに前に前に出ていくタイプじゃなかったんだけど、うん、行くようになった。いい経験になった、うん、そしてバエさんとの、うん、やっぱ交流っていうか、その現場限りの交流ですけれども、うんうん、ラストの方でね、ちょっと印象深いのがね、うん、ラストの方のリオ様に抱きすくめられ、スクラッチ来いよみたいなジャン君に言われるところで、脳が私全部アドリブなんですよ、うん、ちょっときっとここら辺で流れてると思うんだけど、 UK のシーンでこれからどうする、リオ様とジャンが真剣な話してる横でこうわーわーやってるやつが全部アドリブで、私も勝手に動いたことで、でアフレコの時別々だったから、うん、先に入れといたら後で出来上がったの見たら、ちゃんと石田さんが入れてくれてて、素晴らしいね。ちゃんと通じてるっていうか、筋が通ってて、これはねやっぱね感動ですよ、うん、だったりとか、もうそういう終わりに向けてね、なんかどん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 走り出しててテンションも高くなって、いやー本当1年通して成り立つ話だな劇レンジャーはって思います、うん、1話だけ見ても楽しいけれども、全部見たことによってより一層面白さが分かってくるっていうね。来週待てなかったあなたたちがこの DVD を見て連続して見ることによって、きっとどん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 つながっているんじゃないかなと思います、私たちの勇姿を最後まで見届けてくれてありがとうございました。私メレも、そしてリオ様もロンも、皆様とはもう別の世界にいますが、きっと皆様のこれからのご成長をこれからもずっと見届けておりますので、すくすくと幸せな日々を送ってください。1年間どうもありがとうございました。素晴らしい。いやー、じゃあ最後に、はい、やっぱ締めていただくのはこの方、荒木博文。
よろしくお願いします。うん、なんでゴリだよ。いや本当に1年間ありがとうございました。視聴者の皆さんが1年間ずっと応援してくれたから無事49話まで来れたと思います。そうですね、リオという役柄はなんつうのかな、その伏線がすごくいっぱいあったから、絶対ブレちゃいけないキャラクターで、それを理解してくれて、それで悩んでくれて、悩んでる自分を見てこう大丈夫かって声かけてくれるスタッフさんがたくさんいて、そのおかげで、1年間しっかりできたと思います。この作品は多分今子供たちで普通に楽しんで見た子たちが、10年後20年後大人になってもう一回見直しても、考えさせられる部分がたくさんあるような作品になってますので、この DVD をぜひずっと保存して大人になってもう一回見てください。1年間ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。荒木くんいいこと言う。臨終トークは今回でおしまいだけど、またいつかどこかで会いましょう。その時を楽しみにしていてください。それじゃあまたねー。